吉祥院は、東京都足立区元木西町にある新温州、豊山派の寺院。三号は、淵高山。次号は、星谷寺。本尊は、金剛会来日如来。昭和元年縁間による解散。淵高山吉祥院彗国寺と号す。吉祥院は当初、東津海にあり、石出家門助と共に、当地へ移ったとの伝承が残る。古くは、 総本山長谷寺で学んだ競争を伝えつつ、京都の仁和寺を本寺として、法流を総称していた。また、岸正院自らも33の末寺を抱える、中本寺であった。江戸時代、徳川家康をはじめとする歴代の徳川将軍が、高刈りの御是々とされ、寺門に、三葉葵の御門を用いることが許された。また三大将軍家光から、主因地を寄進され、 将軍の代替わりごとに交付された、主印状が残る。毎年正月に、当時住職が将軍家にご挨拶を申し上げるため、江戸城へ途上する際に乗っていた、葵の門付かごが現存する。道内には、五歳天皇の、第十一王女である李豊女王御千筆の変額、淵鉱山が掲げられており、李豊女王の道法である、特限の印象がある。江戸時代から、 大正時代にかけて変額が山門に掲げられていた頃は、人々が恐れ多いとして山門をくぐらず、現在も脇の通用門が主な通路となっている。戦後、寺、あ地の一部を足立区立第六中学校や地域の公園などに提供してきたが、現在も、境内、境外墓地のほかに、いくつかの境外仏道を有している。ありがとうございます。